これから不景気になるっていうのも否めない。で、不景気になった時に前回の動画でお話した通り、農業業界に与える影響というのは若干タイムラグがあります。やはり人間食べなきゃ生きていけませんので、食べるっていう分に関しては、そんなに、絞る、いきなりお金を絞ることは基本的にはないです。やはり贅沢品、嗜好品から、お金を使わないようになって、まあ、食べるのはもう最低限ですからね。でそういった意味からすると、農業をやっている我々っていうのは、意外とその不景気に今強いのかもしれない。とはいえ、どん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 景気が悪くなっていくというふうに予想すると、とはいえ財布の紐も締めていくっていうのがですね、とにかく今からもう如実に始まる。これだけはちょっと頭に入れておいてください。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。農業パーソナルトレーナーの山下です。さあ今日も始めていきましょう。今日もですね、実は先日お届けしました動画、コロナが与える農業界の影響ということで、非常にご覧いただく方が多かったということで、さらにですね、ちょっと情報がここ1日2日、まあ、ここ最近ですね、非常に情報がこう展開しておりますので、その辺のところをですね、解説するとともに、ちょっと昨日私がこういった、お話、株価下落、飲食業界、中国輸入、東京オリンピック、そしてダイレクト販売と、5つの項目に、からですね、これからの農業がどうなるのかっていうお話をしたんですけれども、こういった内容の裏付けをですね、ちょっといろいろ昨日調べまして、さらにいろいろ詳しく分かったことをですね、今日は解説していきたいと思います。でこの内容はですね、主に、私が尊敬している本田健さん、この本田健さんの動画からですね、抜粋しております。で、この内容についてはですね、またリンク貼っていますので、そちらの動画もぜひご参考いただきたいと思います。はい、で今回、特にですね、農業界の影響ということが一番ポイントなんですけれども、そもそもちょっと社会が一気にちょっと大きく動いてるんだっていうことをですね、ちょっと今日はお伝えしたいと思います。でまず、どこからいきますかね。そもそも今ですね、日本国内というのはまだ感染者が少ないとはいえ、1000何百人いるんですけれども、これがさらに増加するんではないだろうかって話に今なっています。それがこの検査キットがどんどん普及していくと、今はもう軽度の方っていうのはなかなか簡易的なキットでは検査できないんですけれども、これからどんどん感染者が増えるんじゃないだろうかと。これ先に言っておきますけれども、コロナが増大するっていうことも、不安を煽ってるとかそういう話ではありません。あくまで情報をもとに、これから農業、我々農家がどんなふうに対応すればいいのかっていうのが、目的でございます。はい、そして世の中、そうですね、相撲の無観戦試合であったり、選抜が中止だったり、プロ野球が延期になったり、 J リーグ延期、ディズニーランド USJ が閉園とかなっているわけですけれども、こっちですね、要は今一番とにかくポイントになってくるのはですね、この株価の下落、これ、先日は1万8000円を切りましたなんて言ってたんですけれども、先日の日経平均の株価って17,431円、これめちゃくちゃ下がってるんですよね。めちゃくちゃ下がってるんです。で、ちなみにですね、ちょうど1ヶ月前の2月の14日は23,827円だったんです、日経平均株価。前回もお話した通り、農業と株価どんなふうに影響あるのっていう話なんですけども、これもめちゃくちゃ関係あります。この景気動向っていうのが、これから我々農業に、与える影響ってものすごく大きいので、ぜひちょっと皆さん方も、念頭に置かれてください。でこの1ヶ月間で6396円も株が下がっている。でさらには円高にも当然動いています。これって、結論言うと、とにかくこれからちょっと景気かなり悪くなるよっていうふうに、私は予測してるし、いろんなところの情報をこう集めると、どうやらにわかにそうらしいということになるんです。ですからまず大前提として、景気が悪くなっても大丈夫な対策を取るっていうのが、我々が今からやることなんですよね。はい、でさらに言うと、例えば今度は東京オリンピックですね。で先ほど、LINE ニュースちょっと見たんですけれども、ついに、アメリカも非常事態宣言を出しましたね、スペインに続いて。で今日本も、先日安倍さんが、非常事態宣言を出せるように法案を可決しましたよね。つまり日本ももうすぐ
分からないですけども、おそらくですけど非常事態宣言を出します。多分それを出すためにこの法案を可決したんだろうというふうに思っています。ですからこの法案ができる法案、非常事態宣言がですね、おそらくこの検査キットによって感染者が実は潜在的にたくさんいたんだよっていうのが分かった時点で、非常事態宣言を日本も出します。でそうなってくると何が起こるかっていうと、当然イベントが中止になるのも今の通りなんですけども、観光宿泊交通とかとにかく移動規制ですね、移動規制、っていうのがどんどん進みます。まあ、そうなってくると次に心配されるのがですね、やはり東京五輪ですよね。今まだ日本はああするこうするって言ってないんですけども、これ多分ですけど、多分これ中止か延期か無観客試合か、まあ何かしら通常のオリンピックじゃない展開になるはずなんです。もうそもそもこのギリシャ国内で聖火リレーが中止になったっていう時点で、世界的にはもうコロナ新型コロナウイルスによる動きっていうのはですね、このパンデミックって言って、パンデミック、これ聞かれたことがあると思うんですけれども、これ広範囲に及ぶ流行病という、いわゆる WHO が、コロナはパンデミックだよって、3月の11日12日に実はもう言っちゃったわけですよね。つまりこれは、よくご存知のペストとかコレラとかスペイン風邪とか SARS とかと同じように、これ世界的な、流行病なんですよっていうふうにもう WHO が言ったわけですよ。まあ、それに伴って世界的にはものすごく動きをこう加速してるんですよね。まあ、それからすると日本っていうのは、まあ、いつものごとくちょっと後手に回ってる。まあ、例えばなんですけれども、先ほど株価まだ 23,821 円あった時に、実は2月の14日って日本では国内初の、コロナの死者が出た時なんですけども、その時にはもう世界ではもう大規模にもう行事はやらないようにしましょうっていうふうになってたらしいですよね。ところが日本が、学校休校にしましょうなんて言ったのは、それからもう、2週間か20日先の、3月2日、まあ、やっとここで、安倍さんが、一気に、規制をしたり、し始めたわけですよね。でさらに、これから、非常事態宣言が出せるような法案まで通して、やっと日本が、このコロナを抑制するための動きが始まった。でもなぜこれが後手後手に回ってきたかというと、やはりこのあまり、刺激すると、結果東京オリンピックを、まあ、中止延期、無観客にせざるを得ないという、まあ、この経済的な懸念があったので、まあ、それが決断できてないかったのではないかという見方もあるらしいんですよね。でももうこの後に及んでギリシャが聖火リレーを中止する、3月26日はもう福島から聖火リレーがもう出発するわけですけれども、どうでしょう、これ開催されますかね。ちょっとここ分からないんですけども、おそらく難しいんじゃないだろうかと思っています。で世界的にはもう国と国とのいわゆる人の交流、いわゆる入国規制なんていうのはもうアメリカもやっていますし、まあ、こういった背景からですね、かなり経済的なやっぱりダメージが世界的に起きるんではないだろうかっていうのが、まあ、いろんな人たちの見方らしいんです。ですから、まあ、これは、まあ、あくまでも仮説ですので、皆さん方もこれからのニュースもしくは情報というのをですね、積極的に取り入れて、まあ、下手に恐れたり、慌てた行動をするとかではなくて、冷静に、あ、こういうふうに世の中が動いてるんだな、じゃあ自分はどういう行動を取ろうかなっていうのを考えていただければいいと思っています。そういった中で、まあ、とはいえ、ここですね、レバノンがデフォルトって言ってから、これで債務不履行、いわゆる借りた金を返せない状態になったりとか、もしくはロックダウンって言って、まあ、フィリピンやイタリアっていうのがもう、国ごともう動いちゃダメですよって、出ていっちゃダメですよっていうふうなのが、まあ、至るところで世界各国でいろんなことが起きてるわけですよね、このコロナによって。でとにかく与える影響っていうのが経済、そして生活なんです。でまず経済に与える影響っていうのが出てきますので、何度も言いますけれども、これから、まあ、不景気になるっていうのも否めない。で、不景気になった時に、前回の動画でお話した通り、農業業界に与える影響っていうのは若干タイムラグがあります。やはり人間食べなきゃ生きていけませんので、食べるっていう分に関しては、そんなに、絞る、いきなりお金を絞ることは基本的にはないです。やはり贅沢品、嗜好品から、お金を使わないようになって、まあ、食べるのはもう最低限ですからね。でそういった意味からすると、農業をやっている我々
っていうのは意外とその不景気に今強いのかもしれない。とはいえどん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 景気が悪くなっていくというふうに予想すると、とはいえ財布の紐も締めていくっていうのがですね、とにかく今からもう如実に始まる、これだけはちょっと頭に入れておいてください。でそこで、社会はどんなふうに動くのかっていうと、これですね、基本的に、非常事態宣言で移動規制とかをもし、安倍さんが発表したとするならば、もう家から出れないし移動できないわけですから。でこの、ロックダウンというのはですね、3日後に、封鎖しますよとか言っちゃうと、じゃあそのうちに外に出ようって言って、逃げ出すというか外に出てしまって結局感染を抑えることができないから突然言われるそうなんです。ロックダウン、はい、じゃあもう今からもう外に出してちゃダメです。でそうなってくるとその人たちはその中で生活しなきゃいけない。いずれにしろ移動が規制になってくるということは、これからの社会はですね、とにかく急速にオンライン社会に移行していくんです。オンライン社会、つまりもうネットで、人と人とが、情報をやり取りしたり、当然先日もお話した通り、ネットで物を買うような時代になります。現に武漢とかイタリアではスーパーマーケットの中ですよ、スーパーマーケットの中でもお客さんとお客さん、買い物のお客さんが2メートル離れて、並ばなきゃいけない。でもっと言うとスーパーマーケットに来る人間も規制される。スーパーマーケットに来るためにまずインターネットで、買い物に行くための予約を取らなきゃいけないみたいな世の中に、なる可能性があるという話なんです。でそうなってくるとわざわざアポイント取ってまでスーパーマーケットに買いに行くわけありませんので、当然のことながらネットで買うようになります。ですから先日お話した通り、このダイレクト販売というものが急速に加速するというふうに予測しています。はい、というようにですね、ちょっとまた今日も早口になりましたけれども、ちょっと大げさな言い方をすると、このパラダイムシフトといって、今までの考え方や価値観というのがこの、新型コロナウイルスによって大きく変わる可能性があるというふうに、ある専門家は話していました。で私もまんざらじゃないなと思っています。でただ、我々が農業業界というと基本的には地方に住んでいる方がたくさんいらっしゃると思います。ですから地方にこの影響が来るのはですね、若干時間があるんです。若干時間があるんですけれども、この、パンデミックと呼ばれる世界的な流行するこの新型コロナっていうのは、ある見方によれば温度が上がれば割と感染が収まるんじゃないだろうかって言われてるんですけれども、とはいえまた寒くなる冬が来ると同じように感染が拡大する可能性がある。つまりそう簡単にもう明日からもう大丈夫ですよっていうことをなかなか WHO も当面の間出せないんじゃないだろうかっていうふうな見方がある。ということは何かしら規制された生活をしなきゃいけないし、景気が活性化しにくくなる世の中になると。でそうなってくると、ちょっと極端な話ですけど失業者がたくさん出てきたり、いろいろなところで、国がお金を当然最初のうちは補填していきますけれども、国もいつまででもお金を補填するわけにはいけないということで、どんどんこう沈んでいくと。当然のことながら世の中には頭のいい方がたくさんいらっしゃいますので、そうならないための対策をですね、今からどんどんやっていくので、そんな最悪なシナリオにはならないとは思いますけれども、転ばぬ先の杖、何かしら、準備をもし農業界でやるとするならば、以前お話した通りこのダイレクト販売っていうのをですね、積極的に加速準備していくというのが必要になります。そして、本当に今日お伝えしなければいけなかったのは今日の新聞ですね。今日の新聞でなんと、野菜は11年ぶりに安値だったっていうね、この衝撃的な事実。本当は、コロナの感染より農業業界にとってはこっちの方が実は多かった。やはり暖冬であると、物はたくさんできるにもかかわらず、とにかく業務用の需要がものすごく減ってるっていう、表紙に書いてありました。業務用の需要が減るってことは当然今回、農産物の産出量がいわゆる需要に対して供給が多かったから値段は下がったんですけれども、確かに暖かかったから豊作だったから値段が下がったっていうのももちろんあるんだけども、この業務用需要が減だって、ここの飲食業界って今からかなり厳しくなります。この業務用筋ですね。ですから先日は冷凍食品だの加工だの総菜だの宅配だの、この辺は強いですよって言ったものの、業務用需要自体が下がってくる、そうなってくると
やはりスーパーマーケットとかも頼らざるを得ない。でもスーパーマーケットは、まあ極端なしに並んでまで買うような時代ではなくなってきますので、やはりネットで買うということで、まあ、何度も言いますけれども、自社サイトを作って、で自分のところで売る、もしくはそういったサイトのところに委託して、売ってもらうみたいなところが必要です。まあ、いずれにしてもですね、農産物がこれから、普通の流通で高く売れるってことはちょっと考えにくいかもしれない。なぜならば、何度も言いますけれども、お金が景気が良くてお金があれば値段がどん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 高くなっていってもいいんですよね。ところが今からデフレ経済にもし入っていくとするならば、当然のことながら安かれ良かれっていうふうになってきます。もし単価を高く買うためには、当然のことながらダイレクトでお客さんに末端価格で売るっていうふうな方法しかないんですよね。ですから、まあ今日の段階で私がまあ皆さん方にお伝えできるのは、このコロナが与える農業界の影響で、まあ昨日とまあほとんど話はまあ重複してるんですけれども、裏付けとして、ああやっぱりこっちの方向に行くのは間違いないなというようなお話でした。はい、またですね、新しい情報とか入って、まあいろいろとですね、展開が変わるようなことがあればですね、また皆さん方にお伝えしたいと思います。であくまで、もうこれ私がですね、まあ、先ほど言った、まあ、私のメンターでもあるその本田健さんとかの、まあ動画とかをこう聞きながら、ああやっぱりそういうふうな感じになるんだなっていうふうなことを、まあ、確認して、まあ、それを、まあ説明したような形になっています。でこれが、まあ、全てではありませんし、皆さんで、まあ、ご自身でいろんな情報をですね、実際自分の目耳で確かめてですね、まあ、適切な行動を取られるようにですね、やっていただければと思っています。はい、じゃあ以上で終わりだと思います。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もし動画を気に入っていただきましたら、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。この他にもですね、稼げる農業に役立つヒントを農ビジセミナーやメルマガの方で配信させていただいております。こちらの方もですね、ぜひご覧いただけるとありがたいです。詳しくはこちら農ビジで検索していただきたいと思います。それではまた。